おはようございます。おはようございます。今日は1年半ぶり、本当に1年半ぶりに羽曳野のレーティング参加。どう1年半ぶりのレーティング、うん、前最後ネットインなしの時じゃん。そう、ギリギリ最後のなしかなんか。そうやな、8月の最後みたいな。俺が社会人1年目の8月中旬ぐらいのあれ以来レーティング出てリーグ始まってるんやけど、うん、2回試合してる、うん、で1回目やった時に、うん、サーブネット来て、うん、パッて手上げてまうね、うん、癖って出るよね。1回審判したら、うん、審判でも困んねん、うん、あ、ネットインありやみたいな。めっちゃ困るから、ほんまに初見の人はほんまに分からん。慣れとっても忘れるぐらいだからね。そうやね、慣れても多分出ると思う。うん、出ると思う。俺逆にする側やから大丈夫、この空気。大丈夫。じゃあそんな感じで頑張っていきたいと思います。はい、ジェスト